第五大総選挙は、韓国における国会の議員を選出するため、第二共和国時代の1960年7月29日に行われた選挙である。本校では、改めて行われた第四代大,大統領選挙についても記述する。なお、韓国では、大会ではなく、大々と選挙回数を数える。また、名称も、総選挙ではなく、総選挙 と表記するのが一般的である。第一共和国の大統領である。李承判が4月革命で退陣した後、1960年6月15日に責任内閣制への憲法改正が実施された後で、民議員と参議院の選挙が同時に行われた。なお、参議院については、李承判時代の1952年7月の憲法改正で導入はされてはいたが、 選挙は実施されておらず、今回が初めての選挙となった。選挙の結果、民議員と参議院の両院で民主党が多数派を占める結果となった。今回の選挙から選挙権は、二21歳から満20歳に引き下げられた。民議員、233議席参議院、58議席民議員小選挙区政参議院、ソウル特別市と道を選挙区単位とした。 大選挙区政民、議員、1563名参議院、201名、相当票者数、977万8921名有効、票数、97万7835票出所、院定哲、分断後の韓国政治マイナス -1945 から1986、韓国中央選挙管理委員会、 歴代選挙情報システム、表八から三代五代国会議員総選挙、金広志賃、韓国政治の研究利点分け。参議院は、大韓民国国会60年史193ページ、と、大韓民国国会ホームページの、国会紹介内、政党別議席及び、得票現況を参考。なお参議院は一人の有権者が、複数候補に投票できる制限連期制を、 取っているため、得票数の合計は、選挙人数を上回っている。解説自由党が事実上崩壊し、政治的空白状態の中で、軍将政党が乱立する中での選挙戦となったが、結果は民主党の一人勝ちであった。当選者数で2位となった、無所属当選者の多くは、民主党候補者の公子も漏れだったため、大部分が国会会員と同時に民主党に入党した。 13選挙区で不正が摘発され、直ちに再選挙が実施されるなど、不正が横行した第一共和国時代とは、打って変わって、自由で公正な雰囲気の中で選挙は行われた。進歩党事件以後影を潜めていた、革新勢力は、4月革命以後政治の第一線に躍り出て、社会大衆党や韓国社会党を結成して、選挙に挑んだが、 準備期間が短く十分な選挙体制を組めなかったため、民議員で233議席中5議席、参議院で58議席中2議席と惨敗した。出所、政党、断定別議員定数対当選者比率表、中央選挙管理委員改編、大韓民国選挙百828ページ。出所、政党、 断定別対当選者数比率表前継書847ページ。総選挙後の8月12日に開かれた民議院と参議院の両院合同会議で第4代大,大統領選挙が実施された。選挙の結果、民主党9派の指導者である尹前議員を圧倒的多数で大統領に選出した。大統領選挙後の8月16日、尹前大統領は旧派の領袖である。 金土縁を国務総理に指名市民議員に対し承認を求めた。しかし、翌17日に行われた投票では、賛成111票、反対112票、無効1票で承認は否決された。そのため民主党審判の領袖である、張務を国務総理に指名、19日の民議員において行われた承認投票で可決され、国務総理に就任した。組閣に関し、 超務国務総理が内閣閣僚から旧派を排除し、審派意識で構成しようとしたことで民主党内の審派と旧派の争いが激化した。結局、旧派は民主党を離脱して1960年10月18日に新民党を結成した。民主党自由党社会大衆党韓国社会党、統一党憲政同志会無所属補欠選挙。 編集民主党自由党社会大衆党韓国、社会党革新同志会総連盟無所属、春季組、現代韓国と女性新幹社。158ページ、兵庫から1、歴代女性国会議員数、166ページ、解放直後に結成された韓国民主党の系譜を組む政治家のグループ。後に大統領となる、金四ムは旧派に属していた。 金広志鎮、韓国政治の研究利権分け、31二百243ページの別点表3歴代大統領選挙を参考にして作成した。森山持永、韓国現代政治東京大学出版会、186から187ページ、兵庫歴代大統領選挙審判は、李正晩政権初期にテクノクラートとして政権内部で活躍し、 その後に商売と他元を分かった人々を中心としたグループである。やはり後に韓国ありがとうございます。